ラジオ番組上げてるやつ、高野さんの動画の編集だろ。だから高野さんの動画の編集でしょ。ちょっと高野さんが作ってるオリジナル。お疲れっす。ちょっと高野さん、どうですね。見えてる、大丈夫。難しい。音聞こえてる？ボクシングだと思えば刺さらんまあいいけど。お疲れっす。距離は合ってるよ。はい。それでちょっと近づけてやらないと、はい、こうこうさすお疲れがブニート。そんなのないじゃん。顎いってんの。いいいいさらにさ、あ、なんていうの、まだこうね、当たった瞬間にこうしてちょっと下げる、カンって入れる、そう、で倒すつもりでもっとガーンこっちこっちにさ返して、倒すつもりでガーンって捨てる、おお、そうそうそう、いいよ、おお。マキティ、82まで増量して6キロ落としたから76キロかな。お疲れ様。2週間で6キロ落としたからね。はい、じゃあベンジョークで注文して、しよう。あれ、俺タバコどこやったっけな。近代報告してない。大丈夫。前さ、大丈夫。出ましたか。絶対なんか爆睡じゃないですか。爆睡してたか。ああ、違う。ありがとうございます。注文。俺ちょっと今、リキーのやつ検索して、あ。もしよかったら、あの、見逃した人もいるかもしれないんで、あの、リツイートしてください。拡散お願いします。食事制限はね、甘いものと炭水化物全部抜いた。2週間の間。もしよかったら、ツイッターで拡散してください。見逃した人もいるかもしれないんで。気をつけてね、はい、こっちで、ちゃんとそれに聞いちゃう。こんな顔だったんですか。もう3倍目です。爽やか。さっきもさ、さっきの名前、タイトルなんだっけ。ファイター、タダさん。リング上も男女平等？どういうこと？タイトルなんですよ。BGM ファイターのオリジナルっていう、これを。ベンゾさんは、でも、あの、すごいよ。モンちゃん来た、今日。落ち着いて見てたら、ずっと攻撃されて、判定で負けたなって。ボンちゃん来てくれたよ。はじめましてがあった。ベンジョさん筋肉すごいよ。これがそうなの？かっこいいね。今 DV の時に流れてる。どっかの曲かと思ったらかっこいいよね。全部こういう。アメリカ人も。はい。モンちゃん。続きあるよ。セコンドだ。セコンド。お疲れ、アメリカ人。いやタツヒコ、お疲れー。
走る最初。走ろう。今日で一緒に。あ、ありがとう。アメリカにも走るんだ。ボク。映像3時間ぐらいかな。 YouTube にアップロードするんで、あの画面の下のチャンネル登録っていうのを登録しといてくれたら全部見れるよ。チャンネル登録っていうところ俺の YouTube だから、そこにアップするから、過去4回も全部アップしてるから、もし興味ある人見てね。あ、今冷やしてるよ氷で。今氷で冷やしてる。明日が行きたいんだよ、多分明日歩けない。左手怪我しちゃったんですか。はい、トイプーいらっしゃい。お疲れ様です。おい、ゆっくり。ギャラは一人で3万円。ギャラは一人で3万円。ここからさらに上乗せない。ここからさらに上乗せない。 MVP は儲かるぞ。 MVP は儲かるぞ。佐野は次を見つけろよ。これはね、今日の夜の8時半動画です。YouTube チャンネル登録しておけば、あの全部見れるんで、過去の動画4回分のトレーニングも全部映ってます。ありがとね、さきちゃん。おやすみ。やりたい人、でも全然これあれなんだ、アップなんで。テルチャンピオンは全然来ないっすよ。来ないんだ。おはようチョリス。相手の顔です。
お疲れっす。たくみさんお疲れ。音は荒れてる？大丈夫。音は荒れてない。3の時に左足はかかとを上げて決める。はい、はい、はい。そう。ミノーマンの思い出しな。オッケー、大丈夫。次は、端っこを見ると、キック、スカル、キック。オッケー、オッケー。俺マイク遠いかな。ブロックつけたもんでいいじゃん。ワンツーからキックとかも。あ、聞こえる？大丈夫。あ。聞こえる？こもってるかな。いただきます。はい、いいよ。ちょっと硬い力入れて、もっと走らせろ。もっと走らせろ。力抜いて、こう、ちょっと蹴る。膝から下を、ムチみたいに。あれ？ライブ終了。ライブ終了。そんな力いらない。ライブ終了になってる。あ、俺が？狙ってない？あ、つきました。今、一緒に切れた。なるほど。気持ちない。サッカーみたいに、膝から先があれしない。ツイッターで拡散ありがとう。見逃した人もいるんで、拡散してもらえると嬉しいです。そもそも強いんだろ、君じゃ。はい、そうだ、今みたいに。この時、怪我したの。マジで。もっと手をこぐ。あ、だから俺蹴った時痛っつってなんだ。そう、こぐ、そう。で、逆の手は体を上げる。そう。指いっちゃったのかな。そう、ザサキもっと飛ばせ。左が、やっていきましょう。はい、まっつい、左で。いや、すげえ強くなってる、ヒカルくん。ヒカルくんの成長スピード半端じゃねえ。もう手の届かないところに行っちゃいました、ヒカルくんは。右手を動いて、こっちのカード。筋肉もすごいビルドアップしてて、二回りぐらいで固まって。手首大丈夫っすか？やば。サッカーの手だぞ。あ、そっか、手首に受けちゃったんだ、上の方で。蹴りよ。いや、腕超太くなってる。まだやる？あ、どっちでも。持ってる方が死んだよね。まだ、おとといやったの忘れない。はい。力抜いてな。はい。タイミングとスピードとタイミングで。
俺たらな。いいですか。よろしくお願いします。よし、じゃあ回す。よし、回す。回す。回す。お疲れ様です、便座さん。そうそう、いいよ、あの、いいよ、すごいよ。握りいいよ、握り、OK、そう、今、OK、じゃ今度は、ジャブ、ワンツー、ポン、ポン、ポン、そう、コミュニケーションやっぱり、そう、最初のジャブで崩さない。もうちょい早く。よし。じゃあ今度はジャンプダッキングツー。逆側、そうですね、逆側です。あの今の映像の左のコーナーの上の方にカメラがついてます。左上のコーナーについてます。うまくいかなくていいんだ。意識してやればいいんだ。そう。ただから練習するのはいいんだから気にしなくて。ういそこだ。ワンツーフック。え？どっか。です。足をまずい。ひねるね。いいじゃん。フォームいいじゃないか。いいよ。ショートの距離、ショートの距離。うまい。相手の懐出ろ。フックした時に手がある。喧嘩なんてできないよ、こんな弱いのに。ボコボコにされちゃうよ。体で打てば、もうちょい遠くまで行くから。ナイス。オッケー、いいじゃん。ナイス。自信持っていいな。これが息上げる練習だから、実際ほら3分3分あの1分しかないんだから横隔膜開いて鼻から吸って口から吐く。で心拍を下げるのが目的なんだから、歩きながら平常の心拍に戻すように。あとは打つ時に呼吸せんか、胸開いて。いやひどかったんだよ今日。鼻から吸って1分で戻さないとすぐ次来るよ。練習だからな。結構あったら1分間で、はい、この間行ったところは5分のスパーリングで15秒のインターバルだから。じゃあ行きまーす。だから吐いたんだ。はい、行きまーす。えいっす。お疲れ様です。ワンツーフックで息吐きながら息止めないよ。えいっす。ゆっくりでもいいな。形確認しながら回ってることない。あ、膝から先を飛ばしてもらう。膝から先やらない。ここ蹴る方の手はこう後ろに変身。そう、ここ座って。いいんだ、いいんだ、いいよ。二回しぐらい、二回しぐらい。どうしよう、時間かかるか、二回しようか。どれさんも俺受ける。いや、でも入って俺もそう、俺も機械やんなって。はいや、俺も53歳だ。俺もあの、今のワンツー見とる時の呼吸はハッハッハッって感じ。最後の3つでワッと口から息を吐く感じ。声出してもいいやんもん。声出してもはい、えいっ。その方が絶対疲れない。えいっ。そう、やっきり力で。えっ、そうだ。えっ、初彦さんが一番やってるよ。えっ、よし。えっ、あと何秒。あと17秒。わっせんじゃねえアメリカ。あ、そう。こんばんは。あれ、あれだ。
無理だよ、親父はプロだよ。いらっしゃい、始まったばかりだよ。パンチングドロップよ、みんな見とくんだ。いや、すげーよな、踊ってるみたいだったもん、ダンスしてるみたいに綺麗だった。やめろカメラ、その向けるのやめろ。モンちゃんすごかったっすね、プロっすね、やっぱ。なんかっていうかスタイルがモデルみてえだな。なんか引きで見るとすごいスタイルだよ、プロボクサー。じゃあ行きまーす。すげえ。モンちゃん。やば。女でこのパンツかよ。すごいよね。早いし綺麗だし。腰を回すってこういうことなんだよ。プロってすげえな。無駄がないよね。かっこいいよね。これモンちゃんのファン増えるだろう。すげえフック。この体重でこの音はやばいよ。パワー相当あるぞこれ。ねえ、すごいよね、プロってすごいね。早っ、すげえな。いや、わかりますね、肩も切れてるし、肩で打ってますね。やばい、連動が。これがプロのパンチか。やばだから体重軽くてもこんな威力出るんだ。シフトウェイトだね、完全に。これはかっこよすぎるよね、すげえ。フックすごいかっこいいね。やっぱプロは違うわ。やば。あ、マジっすか。便所さんできついレベルなんすか。まあ、全然違いますよね、インパクトが。やばいね。プロはすごいね。なぜしなキック買ったの。ごめん、日本語わかんない。ういはい、ミュウツーいらっしゃい。いや、プロなもん、ライセンス持ってるもん、たくさん。絶対ダメ、あのスパーリングも禁止だから。すごいね、プロってすごいね、やっぱ。あ、もうあれもね、スタミナつけて、あ、でもおかげさまですごいフォームが良くなって。なんだろうな、インファイトをちょっとやりたいっていうか。場所はごめんなさい。光はあとはスタミナ。要はショートはさ、こっちに打たれて大丈夫ね。だから言ったんだよ、首鍛えなきゃダメなんですよ、打たれるんだから。でも3000ポイントできないんだから。おんちゃんはボクサー、プロボクサー、うん、あ、普通にライセンス持ってる。いや、今あの女の人がモンちゃんっていう配信者なんだけど、モンちゃんプロボクサーのライセンス持ってるの。俺はもうミット終わったよ。普通にすごいってみんなで大絶賛しててやばいっていう。ライセンスあるってことは若いんですか。年齢は分かんないけど俺、うん。いや、もう綺麗だよ。
フォームが美しいよね。重い。音が違う。あ、YouTube チャンネル登録って下に書いてあるでしょ。URL 踏むと、チャンネル登録したら全部録画アップロードするから、この動画全部見たい人は下のチャンネル登録してください。後でアップロードします。ライセンス、お金はわかんないけど、もうプロですよ。ライセンス持ってるってことは。マーカントとミルコクロップコップわかるかもしんない。わかるわ。こけしさんうまいね。なんかそんな感じだね。マークハントだよね、ドルさん。ドルさんじゃない、ベンゾーさん。ありがとう、GK さん。あー、ありがとう、花火。アイテムありがとう。あ、確かに、マークハントっぽいね、体型が。腕がね。でも、ファイトスタイルで言ったら、タツヒコが一番、マークハントっぽいけどね。ていうか、マークハント意識してるでしょ、あれ。ノーガード。いや、一撃の必殺パンチじゃなくて、あれダブだから。女性はね、プロボクサーだから、キックじゃない。俺らに、ボクシングの技術、見せてくれた。水木いらっしゃい。すげえ綺麗な、すげえ綺麗なキックなんだよ。武道刀先輩久しぶりだね。最近来ないじゃん。全身痛えな、首が痛え。おい、バタフライテールいらっしゃい。やりすぎてダメってことないか。ミットだって背中筋肉痛なるよ。いや、笑えないよ、後半。後半笑えない、本当に。ピンクのグローブはね、タチュヒコさんに借りたの。タチュヒコさんのマイグローブ。そうだね、女性対決はお相撲対決ですよ。こんばんは、もったいないさん。もしよかったらふわっちもフォローよろしくお願いします。メンジョさんは強いよね。目鳴らしぐらいだったらいいと思う。対面者もっと対面でやっぱアホさんやんないと多分打てないですよね。スパリング慣れてないんだよね。ちょっと疲れる。スパリングは外しで、まあ見てたらわかりますよ。ムニムニさん練習風景見てたらわかります。スパーリングもやるんで。フォローありがとう。あ、運営層さんいらっしゃい。これぐらいの。メンジョさんはね、総合格闘家。いや、だけどボクシングもうまいよ。インファイト教えてもらった。蹴りは走らせるなら止めなくていいよ。でもドカンと蹴るんだったらもう少し走らせる。ここで蹴ってさ、最後蹴らせるの。こうで蹴ると絶対蹴らせるから。こうで膝で勝つ。いや、丸い土俵とか置かないでしょ。時間ないよ、そんな。おい、ポルポルいらっしゃい。ここで蹴るな、はい、みんなここで蹴るか引っ掛けじゃん、はい、じゃあここで蹴る。なんで今日そのややこしいの。ああ、ワードをつけてる、はい、あ、僕もダメにやった。信じられないよね。柔術、柔道、柔術、ボクシング。私、顎を引いてしっかり。カロさんいらっしゃい。するなり、なすれするなり。あ、全部経験してる。自分の中で組み立てるから。そうそう、もんちゃん。風邪少し出したよ。最初そんぐらい。今日金梅さん来なかった。いや、もう今日はひどかったです。ワードは下がること考えな。あ、いいじゃん。
まあ見てればわかるよ、もう恥さらしたよ、2700人前で、人の前で。絶対まだ相手から目さらすな、今みたいに。相手の方向いてるわけなんだ。あ、ベノさん、うちリップ OK ですよ。もう試したいこと全部試したい。炭水化物取ってる取ってる。いやーもう負け格だね。負け格。うんさん可愛いね。当たってんのに下がるなんてことないんだから、後ろに下がるな、サイドに今は取ってるよ、もう打ちながらサイドに、今みたいに打ちながらサイドに出てる。相手はロープキャーがここなんですよ。いやまあ、後でわかるよ。なんだこれ、なんだこれ今の、タタタタンだね、やばいよ。下打たれてます、ガードを下げない。了解でいい。何秒？40秒です。3秒だよ、3秒。やべ。OK。 回せ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 。それも作戦だろ、クリンチも。いいよ、もう打ち手がなくなったら組みつけ。もうちょい見たい。あ、いやひどいね。ラスト10秒。10秒です。ドリーム来た、ドリーム、ドリームが来たぞ。ドリーム来た。そうそうそう、いや今の体の貸し方でいいですよ。やばいでしょ今、タタタタンだよ。あれはやばいよ。タタタタン。膝じゃなくてね、太もものもも感食らって、まあ見てればわかりますよ。やばいことになってます今。いやー、努力が足んなかったっすね。まあ、最初よりはまあ良くなってるかもしれないけど。ボディ片手で、片手だけ。ミドルは？レンドさんの指示がすごい、指導がすごい。ミドル来たら、たら自分じゃ分かんないよ。ヒット膝くっつける。ガードしたまま。ガードしたままヒット膝くっつける。ハンドで。当たんない。大丈夫、今日連投大丈夫か。体調悪かったって言ってる。これをこうしてたな。ここで食ってこう。そんな、ガンガン。まあね、タチュヒコさん強いからね。プレッシャーがパない。テルチャンピオンはまだ来てない。ディズニーランド行ってた、この日。これから来るよ。テルチャンピオンの出番まだ。まだディズニーランド行ってるから。蹴りは手を持たないです。全部足で。インローブ。インローブ足でかけた。これ今日の放送見てなかった人、これ初めて見る人手挙げてください。ちょっと付き合ってください。レンジョさんの枠見てないで、これ初めて見る人、見逃した人手挙げて。どれくらいいるんだろう。ニュース。あ、結構いるね。マスター。あ、こんなにいるんだ。よかったよかった。あ、じゃあ再放送よかったね。タチュヒコさんリングにいたんだ。あ、よかったよかった。みんなベンジョさんのツイッター、ツイキャスもフォローしといてよ。当日見れないよ。みんな、ベンジョ太郎さんのツイキャスもフォローしといてください。あ、いっぱいいるね。こんなにいたのか。ありがとう、みんな来てくれて。うん。ありがとうね、みんな。ありがとう、みんな、ありがとう。後半だけ見れた、マルクさんは。あ、よかったよかった。あ、じゃあやる意味あったね。うん。お、レイニャマンもいる。配信者結構集まってんな。配信者では手を挙げてください。反応できる。配信者の人手を挙げてください。それは相手の
どれくらい潜ってんだ。はい、捨て頃に出てる人、はい、配信者手を挙げてください。ゆいがさん、ゆいがさん見てるでしょ。ゆいがさん、ゆいがさんもいるでしょ。手を挙げて。結構いるな。ゆいがさん手を挙げてください。シャンマンも、シャンマンとゆいがさん見てないのか。配信者結構見てますね。それでお前疲れてるんだ。無駄なこと聞いたら光のリズムね。呼吸よ、呼吸、パンチ出すの、蹴り出すの。結構いるね。セブンさんも呼ばないとね。大して呼べられてないし、いや、多分まあ見てるんでしょ。だから反応しないとローカット。三発もらったらもう結構しんどいぞ。反応できなくても反応する。そうありがたい。結構やっぱ配信者の人に見てもらえるのは嬉しいですね。顎上がってるぞ。顎上がってるさ。ちょっと痛くて。止めて止めて。光るな。熱くなってくると顎上がってくる癖あるから。はい。こっちはあのね、多分アングルの問題じゃなくて、三脚立てて、あの、ウェブカメラでちゃんと高画質で撮ってるから見やすいんだと思う。多分三脚の問題だよ。あー、レイニャマンありがとう。うん、まあ両方見れるのがいいよね。生放送は生放送でコメント楽しめるし、こっちは勉強になるから。あ、もしこの枠全部見たい人はあの YouTube に動画上げてるんで、チャンネル登録しておいてください。明日にアップしますんで、明日の朝見れるんで。あと過去4回やった合同練習は全部アップしてあるんで、もしよかったら僕の YouTube チャンネル登録しておけば全動画見れます。過去の1ヶ月間の 4回分の動画ね。よろしくね。キックボクシング、ムエタイとかキックボクシングルールは。ありがとう。みんな相手のカウンターな。相手の気球でだけ注意しとくよ。相手カウンター待ってんだから。タル君はすげえパワー上がってる。重い。まあ正直言うと光君に左足をクラッシュさせられました。僕は僕の思うは光君に壊され、ドルさんにとどめを刺されました。ちなみにこれ今日ですよ。今日の夜8時半から。すごいよね。身体、なんつうんだろう、スタミナが底なしだよね。光くんは金髪。そう、絶対絶対蹴って返す。絶対蹴って返す。蹴られて終わるだ。蹴り返せ。蹴り返せ。いいね。リズム変えろ。パンツで変えたり。いいね。おい。最後の最後に。ヒカル君も素人。そうだね。ドレさんの顔に泥塗っちゃうからね。いやもうまあ負けだよ。俺は今日分かったよ。俺は負けだよ。何分できますか。回転ショットだろ。ブロックつけてやる。やどうなる。当てない。ひどかったよ。当てないマスだ。マスボクシー。あ、ツイッターで拡散ありがとう。見れなかった人が見れるから助かります。拡散ありがとう。これ動ける。これめちゃめちゃスタミナモンスターだ。めちゃめちゃスタミナモンスターだ。嘘です。じゃあ3分で、もう3分ぐらい。3分で連続で3分なんだよ。違うよ。いただきます。お願いします。まずはあと何ラウンドぐらいですか。やばいスタイルだよね、モンさん。体型がモデルだもん。
しんちゃん美白だったね。真っ白だったよ。画面で見るより白い。染み込んでるじゃん。だから入ったら出て、下がったら落ちてっていう。常に一定なんですよ。いや負けだと思うよ。いやこれはマススパーリングって言って顔に当ててないスパーリングだから。これはマススパーリングっつって距離が遠いでしょ。当ててない。うん。だから、なんて言うんだろう。いや、なんて言うんだろうね。まあ、ラスト1分。まあ、距離感測る練習みたいな。マスはまあ、いいんじゃんみたいな。もんちゃんがね。マスなら大丈夫ですよって。いや、これ、ちゃんとしたトレーニング。まあ、2回目呼ばれないだろうね。いいコーチなんだ。ものすごいいいコーチなの。こういう。免状太郎さんめちゃめちゃ優しい人だよ。検査っていうかプロだから、プロのプロをこうやって練習できるのって大変なのよ。ラスト10秒。すげえフック。女の人とは思えないよ。いや俺の負けだよ。3分で2分でまだ始まるぞ。無駄なしでもだいぶ下にのさっきの勢いでいったら相手も返すよね。えモンちゃんやばいよね。超かっこいいよね。プロの打ち方ってすごいよね。顎を引いてもうこうなって上がっちゃってるから。でも今絡めていいんだ。絡めて3分でいいですか。2分で、はい、マスですよ。マスだよって言うと前がガンガンいくから返すよ。彼も同じだけで、はい、いただきます。お願いします。では進めない。バカありがとう。あれ一発蹴られたら大丈夫。一発撃たれたら二発返す。撃たれたら二発返す。ガード両手下げない。両手下げない。ああ反応がこれ全員で一回ももらってるから。私も蹴ってやらないんだけど、あの間に合わなかったら力入れて前出すだけで思い出した。出すだけでも違う。では再開します。これでワンダウンなんだぞ。これでもうスタンディングダウン取られちゃう。取られちゃう。ヒカルくんね、腕二回りぐらいでかくなってた。やばい。顔を引いて、目をこう見る。打った時に、この肩で自分の顎を守るのよ。反対もそう。フックもそう。フックは三発。そう。
ハル君強いよ。何もできなかったよ。腕やばい。もう本当に太くなってる。次の日に激痛で歩けなくなったりするから、今の時点で痛いからもうだ左足もぶっ壊れたと思う。ドレさん強いよ。あー、これでやられたんだ。ヒカル君もヒカル君も左足負傷したんだよ。ドレさんだ。いや、もう今冷やしてます。冷やしてます。おお、ギャンギャン冷やします。もうやばいっす。やべえよな、テルチャンピンの得意武器が右ローなのに。あー、ひらカル君もこれでぶっ壊れたのか。こっち来て、こっちで決まってんだろ。はい、あー、ヒヤホー。ヒカル君これやばいわ。ドレさんの台狂ったんだよ。ヒカル君もうわー、これだ。やっば、やっば、いや、もう本当に冷やそう。ヒカル君やばいわこれ。やば、これよく立ってたね。ヒカル君よく耐えたな。おも、あ、スイッチしてる。気合い気合い、痛いとかじゃないよ、もう。鈍いね。うわ、アッパ。これだ、顎も痛いって言ったの。ドレさんじゃねえかよ。ぶっ壊したの、ヒカルくん。顎痛いって言ったの、このアッパーじゃねえかよ。どこがマススパーなんだよ。どこがマススパーリングなんだよ。ヒカルくん壊したのドレさんじゃねえかよ。これでしょ、顎痛いのと左足痛いの。これ絶対ドレさんだわ。いや、顎痛かった、痛かってたもんね。顎が痛いっつうのと左足引きずってたのよ。今のアッパーでしょ最後の。いや、飯食えない食えないっつって、顎が痛いってずっとうめいってたの。全然マズスパーじゃねえじゃねえか。いや、俺らさ、ほら、その時のノリだから分かんないのよ、真剣にやってるから。これはなかなか振り抜いてるの。これは、これはすげえな。よくヒカル君立ってたね。やば。いや、ドレさんも手加減してるんだけど、もうね、真剣なんだ。チャンピオン、あとは頼んだ。チャンピオン、あとは頼んだ。いや、それでも痛いんだって、キッカー。別に、ドレさんディスじゃないよ。ここに3ない、ここに意識を持ってないんですよ。ああ、そうそう、今から。やば。あー、タツ死んだな。いやいや、それが面白いんでしょ、リスナー的には。リスナー的にはそれが面白いんでしょ。選手二人死ぬっていう。頭ブラブラしてないか。頭ブラブラ。あとはね、追っかけるときに。いや、アッパーやばいの入ったよ。あ、でもね、あの、テルチャンピンのストレートもさらに追い打ちでもらってるから、それもあるんだと思う。
テルチャンピン、テルチャンピンがね、右ストレート何発か、3発ぐらいいいの入れてたから、一発ドカンで入ったんだよね。いや、もう病院はいいよ。保険も入ってねえし、俺。スポーツ保険入ってない、結局。小指は骨折するしよ。小指治ってきたけどね。いやー、明日は歩けないでしょ。だから明日の放送はないと思ってください。明日が地獄なんだよ。歩けない。小指は折れたね。あ、左足の小指。でももうくっついてきたけど。あー、ミット受けもやばいっすよね。あと、あの、ベンドタロさん、左目負傷してましたね。左目が単行部で。ヒカル君のチンコ思いっきり殴ってたよ。テルチャンピンで、思いっきりチンコ殴ってたよ。ヒカル君の。いやー、青春でしょ、これが。みんな熱い男だから。俺の身にもなってくれよ。こんな強いのでやってんだよ。俺ニートだぜ。俺ニートだよ。体張りすぎでしょ。全員モンスターだからね。フリッカー下から突き上げてくるねえ。チンコ前回もやられてたもんね。いや、想像してごらんよ。化け物しかいないんだよ。まあね。いや、ベンゾさん、うめえな。ヒカル君のチンコは当日なくなるかもしれない。え、そうなの？アメリカ人ってカタキンなの？ベンゾさんはコーチも長いから、柔術の指導もやってるよ。タチュヒコ強すぎですよね。タチュヒコ本当、強すぎるんですよ。あの、コンビネーション早いし、パワーあるし、ボディ攻撃。でも今日吐かなかったっすね、タツヒコ。横綱行けよ、横綱。遠藤さんすごいよ。ねえ、気持ち大事よね。もうでも、そんな気分じゃないよ、俺は。悪いけど。まあ、面白いじゃん、トマト。まあ、いいじゃん、いいじゃん。まあ、バカばっかりってことでさ。まあ、基本みんなバカなんだから。どこがマススパーなんだよ。どこがマススパーだよ、これ。バカバカ殴り合ってんじゃねえか。バカばっかりだな、ほんと。バカしかいねえわ。どこがマススパーなんだよ。誰か止めろよ、これ。バカバカ殴り合ってんじゃねえか。それは壊れるわ。バカばっかり。ああ、笑えるわ。全員バカだから。お前が使え。相手の選手巻き込まれんな。そうそうそう。お前の練習でもあんだぞ。いやもうこれ壊し合いだよね。泥試合だった。なんで最後の慣れ合い。最後の慣れ合いちょっと面白いな。なんかさ、初めの一歩の青木みてえだったな。初めの一歩の青木のポカポカ試合みたいな。あれ面白いな。なんか動画化したいな。誰かさ、はい、職人さんここだけカットしてやってよ。ここ。ここ面白いだろ。ポカ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 って二人で。
これ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 あ、面白いな。死んだ振り攻撃ずるいよね。あ、ずる。しかもちゃんと当ててるし。たまらです。三分長いよ。30秒。いやー面白いな。足使え。お前が足使え。相手のペース巻き込まれるな。そう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 。お前の練習でもあんだぞ。最後早く見たいな。ここここ。泥試合。笑うわこんな。最後いいね。最後のいいね。いやー 最高ですね。配信者っすね。さすがさすが配信者っすね。じゃあ3分いきます。これがまたひどいんだよ。どこからに最初はもう自分からいない。見合ってもしょうがない。そうペース取るんだぞ。ペース取る。お前からする。お前めっちゃ怖いの。初だったら動かないでしょ。足は止めて。ピラシルあるの。さっきのはちょっと聞いちゃったな。いって。もうちょっと蹴りは抜いて。いやもうもう死にた。もうこの時点でもう心折れてたから俺。ローカットしないとローキック、いやめきょってわかるでしょ。あかんやつだよこれ。もう僕の足はぶっ壊れました。本日2発目のいいロー。これも練習だわ。ローキックなんて終われないぞ。ローキックで死ぬやついないんだから。いやもう太ももやばいっす今。弱点できちゃいました。しかも得意なやつね。テルチャンピンが得意なやつ。さっきやってフックからローの、まあ、右足得意なのにもう終わったよ俺。ああ、俺は死んだ。やばい。それでもいいよ。下向くな下向くな。仮面なれ仮面なれ。それでもダメだったらつけ。怖いな、みんな一緒だよ。俺も怖い、ベンゾも怖い、みんな怖いんだよ。いや、ロー苦手なんじゃなくて、もうバチコン2発入って、要はカットできてない。もうやばいことになってる。光に殴られると来月花火が減るの、どっちが怖いんだ。そうそうそうだろ。そうだそうだ、そうそうそう。やっぱちょっと花火を選んだけど、これも練習で我慢してて。お前ローとテーピングしたわね。ローで終われるのか。ローで終わるのか。お前大会と1分半です。じゃあもうちょっとローを禁止。はい、そのミドルに切り替えろ。膝さっき言ったか、あの膝でもいい。顎を下げる。そうそうそう、そういう風に喧嘩は喧嘩、もう膝でいい。頭下げてんだよ、膝で。そうそうそう、そう歩くだけで必死。余裕がある時にさっきの顎を引く練習して。余裕がなら大丈夫、今のうちやっとかないといいんですか。ロー禁止ってまさかだよね。あと1分。まだ1分かよ、もう死ぬぞ俺。あと下向いちゃダメだ。いやだ、怖くてもいいから。ハンドバック。
よ、下がんないでいい姿勢だ、いい姿勢そう。そう、打たれても前に出る。前かすげえな。何変すげえな。打たれても前に出る。後ろ回すのか。まずは左。最後のあがきも当たらず。いや違うよ、お互い素人から3ヶ月でこんなに差が開いた。やばいよねこれ。足冷やして、足冷やして。いや、マサトなんか死ぬよ、一発で。いや、下がんない。押さえて、一本押さえて。はい。こう、怪我って難しいから、心臓に来るなら、はい。そしたら膝から回すんです。いや、すごいよね、ヒカル君。はい。そしたら、回すのやつは。はい。そうだ、そしたらさ、ここって当たんないよ、こうやってさ。はい。まだ地獄は続くからな。もっと回すのまだ地獄は続くんだよ。いやまあ雑魚だよ、分かってるよ。いやもう死んだでしょ、負け格だよ、負け格、負け格です。こっち回したいけど、こっち近いと回らないんだよ。これ俺もこっち回したいけど回らない。どうやって回したらいいかって言ったら、こう回す、引くのか。心折れるわ、こんなもん。俺の足、今太もも何色か見せてよ。あの筋肉ムキムキの、あの筋肉ムキムキの金髪の蹴りを何発もらったと思ってんの。したら力もあの使わないよね。どれぐらいになると思う？それ足使わなくても触れるけど。同じぐらいの体格で触れないからね。自分が後ろに行って引く。ドレソンの体格でやってみ。回して。回して。こうだ。こうだ。負け格でーす。これガード簡単なの。そう。こうしてるところに。そうそう。やっぱほらステップ踏むじゃん。ドレソンも右にステップ踏んだりするじゃん。右に踏んだり右にステップ。現状はやったもん。ほら、組んでる足を後ろに引く。プラネット。トヨさん、ただ左側。トヨさん、この右手でいいから。わかるじゃん。トヨさん、もう左手で組んでるんだったら左足引く。まあでも、あれですよ、プラネットさんね、経験者は動きでわかるよ。だから、あなたが経験者だと思った人は経験者で間違いないよ。動きが違う。そうだね、もうどう負けるかを考えよう。長嶋茂雄と同じ考え方でいこう。そう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 、どう三振するか。それだったら3秒以内に膝に。素人目でも分かるでしょ。動きが違う。で最後に引いて、でもこれもあるんだよ。出て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 。いやもうね、光くんの時点でもうね、俺はね心折れてた。俺がねバカなこと、最後の練習だからやっぱね、ずっと教えてくれてたドレさんとやりたいって気持ちがあったんだけど、そこが俺の間違いだったよ。やっぱ最初から最後、最初はドレさん、最後はドレさんで終わらせたかった。で、そうやって腹をガードしてんだったら肘打つよ。そうですね、もう特攻します。僕は相手を突き放して特攻します。首持ってる手、持ってる手。どうせ死ぬんなら自爆します。一緒に死のうな、テルチャンピン。首相撲してれば俺はもう焼けっぱちの一発で特攻するよ。それをわざとちょっと離してね。離して、そこに行こう。あ、そういうこと。こうやって上がってきたところ嫌だから。格闘技リング上がるのもちろん初めてですよ。ずっとお腹ガードしてたね。なるほど。組む、組む、組むけど、ここでいいね。腹ガードして、そのお腹をガードして、お腹ガードしたら入らないから。ガードの上から、格闘技25年だね。格闘技歴25年。マナさんってこのまま外からセット膝を。そう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 。ポンちゃんもいるよ。そういうこと。動画全部見たい人は YouTube チャンネル登録しておいてもらえたら、過去4回のスパーリング全部見れます。金梅さんとか、荒野とか。YouTube にアップロードするから、チャンネル登録だけしておいてくれれば。
チャンネル登録は僕のプロフィール欄かコメント欄に書いてあります。いやいやいや、持ってるよ。モンちゃん俺のだから。いやいやいや。そうだよ。俺のモンちゃんだから。なんか勘違いしてるわみんな。モンちゃん普通に着替え始めたからね。普通にパンツ一丁になったからすごいよね。普通にスタスタスタって入っていってロッカーとか使わないで普通にパンツ脱げパンツ一丁になったからね。すげえとか。三世紀。自分でなんか今テーマっていうのでやってます。コンビネーションもう一回コンビネーションバッチリですね。おっぱい見なかったの。何がバドさんに言ってたの。コンディションバドさんに言ってたの。ワンツーローとかコンビネーションを今日は用意して。いや全然見てない。脱いだから席外した。タツヒコさんずっと座ってたけど席外さねえんだと思って辰彦は席外さなかった。いやエチケットでしょ、どう考えても。熱くなっちゃうよ、イベントだけ。はい、いいよ、そのほうが。ワンツーあるワンツーワンツー。はい、ヒロ君こんばんは。ワンツーからのワンツー当たりました。いや、見ててな。普通にスパーリングだけど、アイテムありがとう。頑張ります。このリズムから。まだユイがなんか言ってんの。ボランティアで宣伝するのが好きなのかな。それを崩して。蹴るはいいから、ボクシングだけやってもらえ。宣伝部長、ボランティア宣伝部長。軽くなんだよ。今の練習させてもらえ。アメリカ人2分。はい、じゃあちょっと顔気をつけるね。歯いっちゃうと。はい、これ上げっぱなし大丈夫。
いや、めちゃめちゃいい人だよ、レンゾさん。めちゃめちゃいい人だよ。はい、じゃあ行きまーす。よし、行きます。なんか見た目がね、いかついからね、あれだけど、普通にいい人だよ。そうすると、あの、疲れたんだよ。打ち取った後な、しっかり。こういうゆっくりな時ほど、丁寧に腹ボール。あ、くっつけるくらいでいいんですか。いや、ヒカル君今歌舞伎でしょ。歌舞伎のビデオ個室とかによく泊まってる。ストイックだからホテルとか断ってんのよ。ホテル取ってあげるってリスナーさん断ります。今ビデオ個室でいいんです。すげえストイックだよ。こんなハードなトレーニングやってビデオ個室じゃ疲れ取れねえよ。配信者としてもすげえよな。ブルさん格闘家だね。うん。青い悪魔スライムさんいらっしゃい。あ、分かる。相手が、はい、こっち回ってきたら右のフックで回させない。はい。じゃあ左フックで回させない。ずっと自分が動くのめんどくさい。はい。だから相手を自分の前に。あ、今ホテルは逆にお前は正面だから。そうそうそう。あ、はい、やったろ選手やったろ。はい。少しずらすんだ。はい。相手が攻撃してきたらそう打ったらすぐサイド打ったらサイドもう癖ですよ。はい。そうそうそう。前前前うまいなぁ。タッキングしたらサイド打つ。はい。タッキングしたら打つ。はい。ガッキングしたら打つ。いや、ドレさんは普通にすげえよ。ベゾさんもすごいよ。ガッキングして打つぞ。持たない。ガッキングしたら、はい、だってガッキングして横に動いてね、こっちは向き変えないでいいから。はい。まあいいじゃん、酒もタバコも、俺らクズなんだから。自分に終わったらここで俺とな。嘘。いや、マスペース持ってないよ。はい、はい、ずるい大人が出てきた。ずるい大人が。マスペース持ってないよ。呼ばれたマスターさんね。3分で。俺が弱いの待ってたよ、それの瞬間。まあまあまあ、いいじゃん、いいじゃん。みんな大手なんだからさ。俺なんか一番弱いんだから。インターバルやない。ああ、インターバル。インターバルしてない。ああ、ストイックか。どうせ。2分。どれさんも強いし、タチウキコも強いし、レンド太郎さんも強い。やってた人は強いよ。じゃあもう再開です。あ、今川杉作いらっしゃい。そうだね、まあいろんな意見でいいと思うよ、リスナーさんだから。うん。だけどまあ、そのふざけてやってるわけじゃないさ、みんな楽しもうよ。荒探しあると思うけど、こここうしろよってね、思いが強い分あると思うけど、お祭りだから楽しもう、最後はみんなで。ドレさんはね、あの当たらないパンツが、あの引くスウェーがめちゃめちゃうまい。今日もパンツ一発も当たんなかったよ。3ヶ月修行してパンツ当たんないんだよ。そうそうそう、配信者格闘技祭だから。レンドさんはもう1ラウンドで KO するって言ってたよ。スタミナ配分考えない。1ラウンドで殺すって言ってた。まあ、インターン別に。陰でこっそり。いいや。しょうがないよ。配信やってんだもん。まあまあまあ、俺は素人だから。うん。ドレさんの顔に触れてないでしょ。ドレさんの顔に当たらないんだよ。30秒。あ、今当たったか。出た出た。本気のボディ来た。リンチ。あれ痛えぞ。
あ、俺とドルさんやるから見てればわかるよ。フルボッコにされたから。いや、全力で打つよ、試合当日は。ドルさん人生かけてるから。ドルさんは絶対本気で打つよ。ローキックのディフェンスか。ミドルはまあ、いいけど、カット。試合はね、6月の10日だからあと5日。いや、ベンゾさん強いよ、ガロ。でもワゾさん、逃げた時にこうなるんですよ。相手より高い位置とするんで、そしたら相手がダンって入ってくるんですよ。そしたら片手で肩も押さえて、そのまま、まあ全員にいいと。いや、モンさんプロボクサーだから。あとはゴミクズの小敷だよ。あと全員ゴミクズ小敷野郎です。いやー恥ずかしいよ。いいおっさんがさ、ボコボコにされてる姿2700人の前でさらけ出しても恥ずかしいよ。何やってんだよっていう。ニコ生というか今ふわっちだよ、モンちゃんは。もうニコ生引退した。え、配信中に超有名な、え、誰のコメント来たの？あの、スタミナ貯めといて、全部ガードして。じゃあじゃあじゃあ、今日の放送、この放送が 2700T がアクティブだったんだって。やられちゃうよ。はい。だから足使って逃げながらとかね、はい、なんか考えて。はい、わかりました。それちょっとスピード。まあもう、あの、入れなくていいから。スピードな。はい、あ、まあ、ローはちょっと、もう今日はやめとこう。ダメージ残っちゃう。こっちも中に行かないです。あ、はい。イモンちゃん、引退したんじゃなくて、あの、ふわっちの配信をやってる。ふわっち配信者。じゃあ、いいですか。いやー、無理だよ。2分です。お願いします。お願いします。あ、レイナさん、この前も打ってたよ。あの、ベンドさんが友達なんだよ。うん、そう、レイナさんこの前も打ってたよ、うんうん、あ、全然いいよ、タケさん、うん、今何時よ、まだ今日時間、今10時20分、10時20分、10時、まあまだ10時半は取ったね。ねえ、キングレイナさんは超有名人だよね。わざ気をつけないと、あんまり近い、病院近いと、ガスに来るぞ。狙った獲物は逃さないと。いや、もう早く解放されたい、俺は。いや、ふわっちだとね、辰彦さんは楽天の三木谷さんって呼ばれてるの。ちょっと面白かったっす。ちょっと似てるんだよ。楽天の三木谷さんがなんで戦ってんだ。笑うっしょ。30秒。レイナ、うん。三つ行ける？はい。どうで殺せじゃないよ。もう俺は足がやばいことになってる。10秒。
っていうね、1分インターバルで。辰彦さんは地下格闘技25戦だから4年ぐらいやってるファイター。辰彦さんはリザーバー、選手が怪我した時のあのリズムな、リザーバーです。リズムで動く人はそんな疲れないから、ベタ足でバタバタ一回疲れてる、もう常にリズム、打つ時のリズム、受ける時のリズムで、はい、踊ってるつもりで、はい、ダンスみたいな、じゃあ再開します。必要以上に飛ばなくてもやったかつ、これスタミナ勝負、やばいよ、はい、2分です。トリケラトプスケやりたかったんです。ちょっとね、構えがもうね、内に入って少しガリ型ぐらい、そうそうそう、すぐ反応できる。そう、まあ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 、いいよ、今のいいよ、今のいいよ、ラッキングして相手の正面に立つな。サイド1分だ、サイド踏んだらすぐ打つ。はい、はい。セゴロは第2回、まあまあ、あの、最後まで V 見てもらえれば、メッセージがあるんで。もう一回組んでやれ、いや、心ボロボロです、僕は。メンタルは、メンタルは。メンタルボロボロです、僕は。もう、無格好でいい、そんなもん。押せ、内側から押せ。ちょっと、トイレ行ってこよう。内側から押せ。いった。前ながら、前ながら、相手の左、左に回るよ。左、左に回るよ。ただ、顎をやったらもう倒すつもりで倒れないぞ、16だと顎でやらないと。もう一回抜いて、あ、これ顎だよ、顎、鼻とか目狙ったら倒れない。さあ、ブレイク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 、30秒、ちょっと一回止めて、時間、はい、こうして組まれるだろ、はい、はい、それでこう、もうこうなっちゃったらさ、打たれっぱなさんだよ、時間な。だから組み返すの、本当組み返すんだけど間に合わなかったらもう刺せばいい、はい、こういくら締めていく、こう入れてもう突き飛ばせばいい。そうなったって何もできない、そうそう、そういう風にもっとガッチリ組んで、はい、この時に本気がやると肘も入れていい、なるなるなる、縦膝、手をしっかり入れて押せ、はい、押したその引っ手で肘を、だからもっとしっかり肩に組まないで、左の手で押したら左に、違う、この時こうじゃん、これ一回全部肩、実際のリングはもっと広い、ここで入れてもいいですよ、はい、絶対ここで入れてもいいですよ、押して肘入れてもいいし、手で押すんじゃなくて背中で押すのね、そう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 、背中で押します、はい、じゃあ再開します。27秒で、え、1分で、残り1分で、ちょっと待ってください、うん、はい、じゃあ1分で再開します。俺の命日だよ、5日後は。そう、離れたらすぐ打て、離れたらすぐ打て、打て、ブレークかかんないから、すぐ離れる、そうそう、そこでいいね、そこでそこでいいね、離れ際に、トド君いらっしゃい、性格悪いって言うから、性格悪く、相手に優しくすることないな。いやもう僕は多分、そう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 、すぐ力入れる、力さす、そうなんだよね、東日本西日本結構面白いんだよ、そうだよ、何嫌されたら嫌、僕はもう左足を失ったんで、今度はお前のターンなんで押し返す、あと10秒、いざいざ、3、2、1、いや、負けまーす。あー、まだ優しいな。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。相手が親の仇ぐらいの。和道でーす。嫌なことする。敵ヶ原だ。シャンピンは確かに西の人間だしな。飛んでる時は相手はどこに組んでるんですか。ヒカル君の対戦相手も西だし。ガード上げてる必要ないんだ。あ、本当だね。東西に分かれてるね、綺麗に。偶然かな。隙間が開けばね。フォローありがとう。左の肘。フォローありがとう。
組まれてる状態一番怖い。組んでる方も好きだけどな。はい、組まれてると頭がコントロールされて膝に行くぞ。はい、行くよ。はい、いや、これで負傷しないわけがないでしょ。膝は来るけど、この立ち人はそのトレさんのボディを殴れるから、ね、だから、怪我しないための筋肉なんでしょ、多分。組まれても、腕にこう突っ張ねようとすると膝に食らうから、怪我しないために鍛えてるんでしょ。一緒に両手で襲うとするんだ。はい、で、膝ばっかり食らうから、はい、だから、ここ殴ってるここ嫌だから、はい、最初から言ってないです。今日の夜11時ぐらいから言い始めたんです。あ、そうなんだ、考えてるんだね。なるほど、こういう演出もあったんだ。こっち側にいるんだ、ここにいる。またコンタクト外れたんだ。僕はボロ負けするでしょうね。肘をね、ここ固定して、ここ固定して、この肘をこう上げる感じ。ここに手入れて、プロレスみたいにこう当てる。あれなんだろう、本当の肘ってパンチ出した先でこう当てる。肩でこう当てる。バスと行って、スポンと行って、それの、ね、固定して自分で、うん、相手の、あれじゃない、竹さん、石川の竜技じゃない。ここ上げてる、うん、相手はそれ嫌だから顔上げてるから、うん、それはこう突き出される、うん、あとはもう首相撲をされた時に試合もつまらんで、ウエストさん、俺の放送楽しみにしてないでしょ。俺の放送フォローしてないんだから。別に期待してないでしょ、最初から俺の試合なんて誰も。いや、テレタンピーに応援してくれよ。俺がボコボコになるところ見たいんだろ。ボッコボコにされてやるから。離れるっていうかね、お前あれができるから打つじゃん。たすぐサイド、で追っかけてくる。また打ちながらサイド、またサイド。あ、期待してて。いいよ。俺は死ぬから。そしたら相手は常に追っかけないでしょ。ワンテンポ遅れるから、自分は打つ、すぐサイド、すぐサイド、極端だけど、ここだったらもう敵放題の上げ放題って言ったら、相手は嫌だろ。で、僕、抜いてくる人はまたずれて、打って、またすっごいずれて、常に打ってない。はい、これできたらもう100点だ。もらう心配ないの。こっちの来てから遠くいれば、これが来ないで一番、このストレートは。まあ、こっち行くときもこっち逃げちゃえばいいよ。だけど、やっぱ追ってきて怖いから、こっちは。でもこっち、こっちに逃げればさ。この手は遠い。でも俺は近いんだよ、逆に。このポジションが最高なの。相手は何もできない。俺は膝曲げられる。前回俺が右のカウンターを入れたのがさ、俺が逆に相手の左に回ったんですよ。はい、左に回ってフックを打った次の右に合わせた。それを自分でやる。自分で動く。だから気をつけるのはさっき言ったけど、回ったところにフックが。ちょっと休憩から技術をやる、はい、知りたいことを。そうですね。期待はしないでください。期待しないでください。初見さんいらっしゃい。フォローよろしく。フォロー黒やってたら浮かれんだから。いや、僕はセブンと殴り合いたいっすね。しばき合いやりたい。僕はセブン君とメンドルカと殴り合いたいんですよ。だってセブンもそうだけど、アゴにいっときゃ16なんですけど、もらっても大したことないやん。アゴさえ引いときゃ。アゴあれじゃない。だから逆に言うと、相手のアゴを上げさせちゃうの。アッパーとかで煽って、フックでもいいけど、空いたところをカンって落とせばいい。完全通りじゃできない。パタだよ、俺は。鉄夫さん。まだ足でないの？そうっすね。あの、録画なんで。葵さんいらっしゃい。
たいになったんですか。そうなんです。この間一緒に練習したんですか。いいんだよ、俺に期待してるやつなんかいねえんだから。かわいい顔してる。ベンドさんは弟子を取らない。ベンドさんの弟子になりたいと言った配信者がどくどく消えてくるんです。かわいそうだ、弟子を取らない。最近ワウワウモテんだよ、リスナーから。モテんの？すごいんだもん。年上でしたでしょ。だって年上好きなんですか。おはよう。大丈夫、プロテクトするんじゃないかな。いいところ見せないとね。おななんで出た、目立ちたかったから。はい、ワードツー。もう心折れたから俺。ワード最初に戻って、いや勝てないと思うよ。俺は負けるよ。予言しておくよ。で避けたところに最初にやったみたいにパリングしたら同時に出す、はい、あ、秘密基地いらっしゃい。ケミラスやるかな。ケミラスや、はい、タイムキーパーいないですか。はい、タイムキーパー、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 そう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 、ワードそれでいい、それでいい、それでいい、そういうリズムで動いとけば相手は的絞らなきゃいけないから、じっとしてるから当たるんだ。いや、元々応援してるそうじゃないから、俺のこと分かんない。そう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 、タコ引いとけ。そうそうそう、いいじゃないか。それでいいや、それでいいや。やばっ、気をつけたら切れるから。それからこれ頭からするから気をつけてよ。大丈夫よ。まだあんま頭下げない。切っちゃうから、相手の顔。ワンツーボディで。ワンツーボディ。はい、そうそうそう。打たせてくれてんだから、どんどん練習しろ。ワンツーボディ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 。ワンツーから、ワンツーボディ。そう。すぐ戻せ、打ったらすぐ戻せ。その練習させてくれてんだから。30秒。ボディまで、ボディまで、ワンツーボディ。おい、怖くなってきて。玉砕覚悟で愛人しようや。おい、ナスすると玉砕覚悟で、玉砕覚悟で飛び込んでやるよ。 お前も死んで俺も死ぬんだよ。俺が性格悪いの知ってんだろ。俺は負けるかもしんないけど、お前を道連れにしてやるよ。俺が性格悪いの知ってんだろ。俺は死んだっていいよ、その日に。お前も道連れにぶっ殺してやるよ。ああ。ぶっ殺してやるよ。すげえ綺麗フォーム。ジャブってああやって打つんだな。すげえ綺麗なジャブ。なんだこれ。いいね、いらっしゃい。すげえな。プロボクサー。いいよ。ふわっちの配信者はモンちゃん、プロボクサーです。待って待って。
いや、すごいよね。フォームがやばいよ。あ、バンになる、バンになる。離れてくださいって言いたい。離れてください。笑うわ、こう。手前にかかるぞ。僕はやるぜ。本当はこれ。本当は、本当は。あ、来た来た。本当はどうやって中央とごめんなさい。プロはすごいね。芸術だね。お前一発やってきたのか。やってやってやって。お前、AV 女優と一発やってからやってへんから。東京ってやっぱ IT 社長みたいな。IT 社長だね。30秒。いやでもね、上手いよ。リングの中央を取るもんね。早いな、もう。本当は違う。本当はドラさんがリングの中央を取って、モンちゃんが周りを回るはずなんだけど。ディズニーランドで遊んできた。リングを今してる。ディズニーランドからリングインってどういうことだよ。ドラさんが周りを回ってる。逃げながら逃げながら。中央。ドラさん、やめてください、やめてください、やめてください。おい、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 コンプライアンス、おい、コンプライアンス。限定だ、限定。イエローカード出るぞ、イエローカード。ありがとうございます。うまい。ギャラ減らすぞ、ステゴロンのギャラ。うまい。おい、本当はやっぱうまいわ。あ、ドラさんに関しては警察だとはないから、6月10日までに、冤罪とか女関係の悪い噂が去ったら、ちょっとギャラが減らす。まあ、冤罪だわな。じゃあみんな右手で、みんな右手で、リングに上がった時夢が覚めた。あ、夢でリング見るようになった。お前も、俺はもう2週間前からずっとだよ。さあ、殺されるです。はい、僕の死ぬところ見といてください。爆笑でいいです。爆笑です。ここからは爆走 VTR です。やれるなら。あ、俺準備できます。挨拶してもらいます。お願いします。よろしくお願いします。やっぱ背高いから全然軌道が違うね。思い出した。で、吹っ飛んでんじゃん。と。距離離れたら絶対もらうから詰めて。自分で出てください。思い出した。いや、超痛いって。いや、思い出した。フラッシュバックした。やっぱ。全体よく見て。
無意識にスイッチしてるね。もう左足無意識にかばってるね。無意識に左足かばってるね。やっば。詰める詰める詰める押す詰める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 顔を上げるガードガード上げて離れるガードガードガードやっば強っ。やべえまだだ残り16秒残り16秒最後男見せよ男見せよ男見せよ16秒俺がお願いしたの、ロー打ってくださいって。あのローなしでやろうってドルさん言ってくれたんだけど、俺がドアありでお願いしますって言った。アメリカ人は裏方に徹してくれたんだよ、タイムキーパーで。ありがたいよ。まあまあ AV 上位のデートしてサボってんだね。AV 上位のデートしてサボってんだね。風船ありがとう、アキランさん、ありがとう。テルチャンピンは才能あるよ。この後出てくるけど。皆さんこんにちは。あ、ワームさ、あの、あ、ちょっと考えて。あ、でも、なんだろう。軍手いらない。そうだね。ヒカル君ももうやられてるよね。特にいらない、いらない。いや俺はテレチャンピンと一緒に死ぬよ。俺は足をもうなくす気で打たれるよ。もう右なんか得意なんだから、テルは右得意技だろ。もう足は捨てるよ俺。左足はテルにくれてやるよ。お前の首はもらうけどな。お前の首は取るよ。左足はお前にくれてやるよテル。てめえの首はもらうかんだ。で、あの、それで、あの、首を左右に振って。いや、怖い。じゃあ、横倒すの。え？今さら無理よ。ルール変更は。まあ、条件一緒なんだから。じゃあ、難しい。いや、普通はコーナーに足乗せてあるんだよ。そこでやんないよ。3点取るができれば、できない人はここに足乗っけてやるんだけど、それでこう首を鍛える。じゃあ、ちょっと目慣らしやろう、あの体温めるわけ。違うよ、ドレさんのこと語っていいのは俺だけだよ。みんな違うよ。で次、タツヒコと、なんで俺が泣いたか分かってねえんだよ、みんな。ドレさんのこと語っていいのは俺だけだよ。誰も、この、スパーリングは、語らないで。
俺とドレさんの秘密だよ、これは。誰も語る資格なんかねえよ。カルダな、イスラムのピッチ。カル、おいで。うん、まあ、それ全部使われてる。直すでもいいよ。カッコつけたらダメ。塩飲みだけ。すいません。それから最初は体を温める。蹴り出したかったら蹴りもいいし、ボクシングで。いや、負けると思う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 。それくらい俺の左足が死んでるんだ。相変わらずあの、ウリからだよね、昔ちょっとこう、体を張ったんだけど、すごいです。ドレさん、身長185ぐらい？うん、いいよ。メンヘラだよ。3球。いや、負けると思う。いやー、スタミナあるしね、反射神経がめちゃめちゃいいんだよ。ボレシュート、ボレシュート、ボレシュート。そうそう。いい蹴り、そういう蹴り。もうテルちゃんみたいな、ココロちゃんと言うときより、いい笑顔してる。デートしてるときより、笑顔が綺麗だ。お、今のよくヘッドスリップ走ったな。おお、反射神経、運動神経、スタミナ、俊敏さ、スピード。それが、完全に一本抜いてもらってたから。金玉軽くなってんだろ。いいね。こう避けたら、すぐに元に戻る。かっこいいよね。追っかけるとこうやな。いや、いいよね。避けたらすぐに戻す。センスのあるやつとセンスのないやつの意地の張り合いだわ。で、打ってる間、空いてるから、すぐ打ち返す。避けたらすぐ打ち返す。下から来るフリッカーが見えないんだよね。グローブの下からね、滑り込んでくるの、ドレさんの。ほんと右、うめえな。センスだけ、練習なし。俺が当たらなかったドレさんの顔に触れやがったもんね、こいつ。だからムカつくんだよ。俺が3ヶ月経ってもドレさんの顔に触れることすらできなかったのに、こいつはいとも簡単に触れるんだよ。わかる？俺はこの時、この時、青山のセンスを感じた。俺は触ることすらできなかったんだよ。こいつは笑いながら触っちゃったんだよ。練習してないのに。俺が差だよ。じゃあスパリング大丈夫かも、蹴りも入れて。OK。うん。だから確か徐々に上げてたんで。もう相手が避けなかったら蹴っていいぞ。うん。喧嘩慣れしてんだよ、そう、当て感がすごいよ。まあ、さあ、横山インテルとは穴兄弟の男が入ってた。じゃあ今、3分です。3分。3分です。今。3分。センスあるよね。これスピードで、あ、私がスピードでやる、あれは、テンちゃんが避ける練習だ。もっともっとスピード出すよ。避けれるから、こいつは。普通のスピードでいいよ。じゃなくて当たるね。うまい、なのは。光、これなのさ、手出して蹴りなんだな。蹴りが出たら。こいつはナチュラルにできてるけど。テンスあるよ。そうそう、足をかけろ。足をつけ、足をつけ。おー、当たってミドルキック蹴れんの。目線でフェイントくらいやったほうがいい。顔狙うとき分かりやすい。うん。ミドルキックも蹴れた。おい、桃太郎って人プロじゃなかったっけ。あの人プロでしょ、桃太郎って。それ当てていいんだぞ、顔に当てていいんだぞ。ストレート当てろ、右ストレート。おい、形悪いです。当てるんだよ。
そう当てるんだよこいつ。体のストレートが長いんだ。すごいね、バネ。柔軟性の選手だからね。ボクサー。黒人的でやってないのにさ、ヘッドスミット前に。もうちょっと早くして。リラックスする。相手早くしろ。多分人殴るのが好きなの。ね、当て感いいよね。じゃあお前らこれを見た上でどっちが勝つか書いて全員。はい、今見てる人全員これを見た上で全員どっちが勝つか書いてください。これを見た上で、これを見た上で、テル一択、テル、テル、テル。お前らふざけんなよ、ほんと。なあ。お前らさ、何が負けるなだよ。俺と全く同意見だわ。なあ。俺と全く同意見じゃん。ふざけんなよ、ほんと。くそ、くそ。お前らもゴミクズだわ。うん。お前らは全員ゴミクズ。俺と一緒じゃん。俺と一緒の考えだよ。俺と一緒の考え。同意見だよ、君たちと。君たちと友達になれるわ、俺。同意見、同意見。同じ目線、同じ目線。10-0 で青山。だから俺、必殺技考えたから。ゴング鳴った瞬間にズボン脱いで、ツイキャスバンさせるわ。もう、カーンって鳴った瞬間、パンツを下ろすから。で、俺のチンコを、2万人近くのリスナーに見せて、もう、捨て頃をぶっ壊すっていう。核兵器を。俺の勝ちだよ。いいだろう。しっかりしっかり、軽いから、すぐなのかな、しっかりパリングするのに、きちんとね、細かいことをお前やるんだから、適当にやったらダメだ。全然足もお前なくて、ヘルは当たるんだったら、もう顎先狙って倒すつもり。結構、2発目ぐらいから全然足もない。ヘルはちょっとマウスピースがないから、ちょっとな、顔はな。ちょっとしてる。ここは、めっちゃ死んだよ。本当に戦いのやつに僕はダメだ。俺のクッションやっとけば。はい、インターバル終わりです。じゃあ3分いきます。足を使うんだぜ。こいつ、ちなみにやって。じゃあ3分いきます。ちょっと、ちょっとこの前、追い込まれた時に下がって、顎を上げたられるからな。もう、心折れてる。俺はアンチコメントで心折れてる。今日バエさんサボった。しっかり回すんだ。中途半端に終わったときから回して。だって50万払う金ないもん俺。じゃあ行きまーす。50万払う金がない。おい、ナイス。お互いね、最初は自分からって、もうそうなったと、しっかり回っちゃうから。このセンスよ。ザマー。いる側のテンション、ガタザガリだわ。ザマー。ザマー。おい！おい！おい！熱くなりすぎない。青ひげ冷静に。2分14秒から再開です。うわ、長いなこれ。だけどこう感じだ。光るとこんだけ体重差あって俺のやつはすごい。ストレートがいいんだよ。ストレートがいいんだよ。ダメな感じよ。ブレイクブレイクブレイクチンコチンコチンコローブロー。ローブロー、イエローカード。これでいいんだよ。少しコンビネーションで相手がバタバタ来てもお前は冷静に。だから光が相手に合わせて熱くなっちゃうともうバタバタになっちゃうよ。自分も疲れちゃうから。1分45秒だから相手が来ても光は自分のペース。はい、
下半身の硬い、ちょっと踏んだ踏んだし、センスあるよな。喧嘩慣れだよな、これは。喧嘩慣れ。1分30秒。またちょっと硬い、ちょっと硬い。レイク。カメラ短いでしょ。カメラ。くんだ、すぐくんだらすぐだら。ああ。いや。頑張れ、頑張れ、もうちょい、もうちょい。でも頑張れ、今日最後だ。まだよ。1分10秒。典型的なあの初代のアウトサイダー、もう待ったら待ってるから1分ずっと攻撃しろ、うん、ずっと攻撃、はい、1分攻撃してる間出てこないから、まだ1分残り、うん、いやもう変え方は変え方は全然ビビったよ、チーズってるわ、だって1秒で1分いいよ、シャビー2フック、あやフック、それセンスが一番いいのは青山の、待ってて待ってて、ちょっと下向かない、下向かない、下向かない、シャビー下向かない、飛ばせ、ブレイク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 、ブまだあれ、際だよ、際、チャンス、10秒、10秒、あと、ああいう時に倒せるんだ、じゃあね、もう一発、もう一発だね、光るから、そう、絶対光るから、夏になっちゃうから、顎開いてるぞ、光る、顎開いてる、こういう時に顎引け、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 パコって、パコって言ったら、顎でね、引っ張ってやる。顔がいいと思うよ。ああいうとこそ冷静になって、顎引いてさ。クロード新生活だよ、マジで。14つだろ、これ。14つだ。今、10時41分です。16だ、16だ。メーカーによってね、あの大きさが違うんですよ。大きさが違うんですよ。なんかあと、誰か、あの技術的なこと、でかいけど軽いですよ。全然期待してますから。もうスパーリングっていうか、技術練習だな。いや、ほんまだよ。ほんまだよ。息が収まって、なんかブロックつけなくていいから。いや収まったで、でもワンツーからのローとかいいですよね、しんどい、右ストレートよく入るよね、そう青山早いんだよ、パンチがね長いんだよ、長い、そう目の前に来るから、いつそこからもう一個伸びるから、ね、そうなんです、こういう状態だもんね、そう、いやいや、そうあれやだよ、ね、しかもなんか挟まるんだよ、ね、あれだよ、飛び込んだらそれできたら弱かったよ、そう、右ストレートだろ、前がいいのは、いやこれワンツーロー、あそれがいいのな、ワン、ツー、ローが今すごいな。それと、この風邪っ子に教えてもらった、フックっていうのは横から来るから、こっちにしてやる。そこで、なるべくこの風邪を見せる。ワン、ツーじゃない。俺はここに来て、だからさ、切れてない。全然切れてない、俺が覚えてる、全部読んでくるから、こんなに気にしないで、こういう風に来られると、やっぱり下がっちゃうから、下がって下に行っちゃうから、絶対下のチャンス、新年戦終わってきて、あそこは引いとくんだけど、見とかないと、で、来たら、まあやったけど、突き飛ばして、回る、すぐに回る、潰すの、もうそれだけだよ、回ると大丈夫。もう5ラウンド今、お前ならいけるよ、もう5ラウンドや、いいいい、死ぬ死ぬ、おはっ来てたよ、ガルーおいで、ブロックつけなくていい、あー、タバコつけなくていい、これ青くなってない、ここほら、誰に撃たれたんだこれ、ここモリちゃんモリちゃん、モリちゃん、右足が左上やったんだ、あ、ほくなってんだけど腫れてる、あ、腫れてんだけど俺もう下向いたらああいうふうに、ああ、もう被害届、被害届出さないと暴行で
落ち着けばもう基礎は知ってんだよ。綺麗な感じで知ってんだよ。泣いたって笑ったってその10分しかないんだよ。お前の未来かかってんだから。ちょっと休憩して誰か、はい、テルちゃん。いやなんか実績を持った期待しそうだったアメリカ人アメリカ人あれメガネだ本気アステラスだ本気だお腹これ本気の動きだ本気の動きだまたやんだこれ最終家族がいまだカク？嘘でしょ？見えてるよね？大丈夫だと思うよ。バタバタしない。わかりました。はい。慣れ合いをしてしまった。俺のために慣れ合いするなんてすごいうるさい。そんな。俺怖い子だよ。怖い。あれはね、やっぱ真剣にやってるとこっちで笑ってんのかな。まあね、ちょっとね、やっぱりね、かわいそうだったな。いいな、全然のイベントある。花火ありがとう。一般はその、固まれた時にバタバタしないで。はいよバタバタしてまでその代わりじゃあドレさんの放送が始まったので終わりにします、この続き30分間は、YouTube に動画をアップロードしますので、YouTube の方チャンネル登録をお願いします、僕のふわっちのプロフィールページもしくは、下の文字にチャンネル登録という風に出てますのでこちらを、チャンネル登録していただくと新しい、動画がアップロードされた時に告知されますので、ぜひこの動画あと30分続き見たい方は、よろしくお願いします。皆さんドレさんの放送に、お願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。たくさんの方来ていただいて、ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。